Thank you.
します。 B マート 51kg 級試合番号7番の試合は赤コーナー網野高等学校小吉原近内選手のテクニカルフォール勝ちでした。続きまして B マート 55kg 級赤コーナー網野高等学校芹沢祐希選手対青コーナー日本文理大学附属高等学校深見小手選手の試合を行います。続きまして B マット 55kg 級赤コーナー網野高等学校杉澤祐希選手対青コーナー日本文理大学附属高等学校深見小手選手の試合を行います。Thank you.
試合結果をお知らせいたします。 C マット51キログラム級試合番号7番の試合は赤コーナー札幌東方学校広瀬壮太選手の判定勝ちでした。続きまして C マット55キログラム級赤コーナー札幌東方高等学校藤井正義選手対青コーナー秋田市立秋田商業高等学校島谷綱夫選手の試合を行います。試合結果をお知らせいたします。 A マット60キログラム級の試合は青コーナー四角高等学校八木健人選手のコール勝ちでした。試合結果をお知らせします。 B マット55キログラム級の試合は赤コーナー網野高等学校芹澤優希選手のテクニカルコール勝ちでした。続きまして B マット60キログラム級赤コーナー網野高等学校土井理音選手対青コーナー日本文理大学附属高等学校勝雄太郎選手の試合を行います。試合結果をお知らせいたします。 C マット55キログラム級の試合は青コーナー秋田市立秋田商業高等学校島谷綱夫選手のテクニカルコール勝ちでした。続きまして C マット60キログラム級の60キログラム級赤コーナー札幌東方高等学校鈴木東馬選手対青コーナー秋田市立秋田商業高等学校鈴木東馬選手の試合を行います。65kg 級赤コーナー、鈴木工業高等学校、藤原伊代
選手対青コーナー成城高等学校所達也選手の試合です。試合結果をお知らせいたします。ターマット 71kg 級の試合は青コーナー八戸工業大学第一高等学校石立礼選手のテクニカルフォール勝ちでした。ただいまターマットで行われている試合は赤コーナー北高等学校坂本京也選手の対青コーナー八戸工業大学第一高等学校福士春人選手の試合です。試合結果をお知らせいたします。B マット65キロ級の試合は青コーナー日本文理大学附属高等学校橋本海人選手のコール勝ちでした。ただいま B マットで行われている試合は71キロ級赤コーナー上野高等学校上田空選手対青コーナー日本文理大学附属高等学校試合結果をお知らせいたします。 C マット65キロ級の試合は青コーナー秋田市立秋田商業高等学校小野良太選手のテクニカルボール勝ちでした。ただいま C マットで行われている試合は71キロ級赤コーナー札幌東方高等学校大和田優選手対青コーナー秋田市立秋田商業高等学校青コーナー八戸工業大学第一高等学校小竹蓮選手の試合を
試合結果をお知らせいたします。 B マット 71kg 級の試合は青コーナー日本文理大学附属高校附属高等学校浅香凛太郎選手の判定勝ちでした。Thank you.